株式会社北九州銀行は、福岡県北九州市小倉北区に本店を置く、地方銀行。山口フィナンシャルグループ参加。2011年10月3日に営業を開始した、日本で最も新しい地方銀行である。2010年10月1日に、EMFG 参加の山口銀行の北九州支店が、あった北九州市小倉北区境町一丁目一の十二。 準備会社である北九州金融準備株式会社を設立した後、2011年10月3日に開業した。山口銀行北九州支店はそのまま北九州銀行本店に移行している。現在の北九州市域に本店を構える銀行としては1932年に解散した文字銀行以来およそ80年ぶり、北九州市が発足してからは初となる。 設立と同時に全国地方銀行協会に加盟し、西日本銀行以来27年ぶりの新しい地方銀行となった。山口銀行の支店を地域谷で丸ごと分割したため、北九州銀行が開業時に山口銀行から引き継いだ預金総額よりも貸し出しが926億円上回るオーバーローン状態で発足した。これについて、 北九州銀行は4から5年以内の解消を目指すとしていたが、開業から2ヶ月を経た2011年12月末時点で406億円に減少し、開業2周年を前にした2013年9月には解消した。銀行設立のスキームとしては、金融準備会社が金融庁より事業免許を受けた上で、九州内にある山口銀行、 全23支店を新銀行の店舗として、準備会社が譲り受けして開業している。このスキームは、旧朝日銀行が分離して、埼玉リソナ銀行が設立されたケースに類似しており、実際、イエメフジもこれに習ったと報じられている。2011年9月9日付で金融庁による銀行免許取得のための予備審査が終わり予備免許が交付された。 これを受け北九州金融準備は即日臨時取締役会を開き社名を株式会社北九州銀行に変更するとともに銀行法第4条に基づく本免許申請を行い同年9月16日に金融庁から銀行業の営業免許が交付され10月3日に銀行としてスタートしたシンボルマークについては 2011年3月23日に一般公募を実施する方針が示され、コーポレートカラーであるイエローの仕様が応募基準として挙げられた。採用されたシンボルマークは同年5月9日に発表された。黄色地の角丸四角形から白の楕円を切り抜いたものとなっており、ひまわりと輝く光をイメージしてデザインされている。 文字支店1934年春工。旧横浜商品銀行文字支店、山口銀行文字支店、西陣支店37店舗。福岡県内は、北九州市に18店、福岡市に6店、神田町、行橋市、福津市、能方市、飯塚市、村方市、新宮町、筑紫野市、久留米市に、各1店の計33店。福岡県外では、 大分県に2点、長崎県長崎市、熊本県熊本市に各1点が所在する。また、東京都江東区豊洲に所在する山口銀行豊洲支店にて、当港の代理店業務を取り扱うが、あくまで山口銀行の支店であるため、当港の正式な支店には含まれない。店舗網のうち23店舗は山口銀行から、 九州市の店舗を譲り受けたものであり、銀行開業と同時に、小倉北区の百貨店、コレット内に、イズツやウィズカードとの提携店舗、コレットプラスをオープンした。なお、コレットプラスは、後に閉店し、無人 ATM 化された。 山口 FG は北九州銀行発足前の時点で北九州市を中心とする北部九州に重化点程度新設するとしていたが2015年3月23日の筑紫の市への出店により達成した新設10店舗達成後は2015年度上半期に中津市、飯塚市へ出店した2016年度には北九州市内へ 新たに2店舗出店することを表明し、桂原支店の開設により37店舗体制となった。2017年には福津市に出店した。環状系システムは山口銀行などにおいてに稼働されていた三菱、東京 UFJ 銀行が開発した機関業務システムを活用し、日本 IBM のクラウド技術を採用したチャンスクラウドを稼働させている。 山口銀行からの分割設立ということもあり、ATM の取扱いは基本的に山口銀行時代のものを引き継いでいる。山口フィナンシャルグループ参加の山口銀行、もみじ銀行とは ATMCD を相互開放しており、平日8時45分から18時の入出金手数料は無料である。また、平日8時8、45.18、 例例から二十一時の入出金、土曜、休日九時十七時の入出金は、手数料が108円となるほか、産業店舗間の ATM による振込手数料を無料としている。山口県内の各信用金庫との ATM、CD 総合無料提携も実施しており、平日日中の出金手数料を無料としている。一方、 九州内の地方銀行で構成される九州 ATM ネットワークには参加しておらず、ネットワークに参加する地銀従業の ATM を利用する場合には通常の多項利用手数料が必要となる。また、北九州銀行以外の金融機関が幹事となっている共同 ATM では北九州銀行発足後に発行されたキャッシュカードのみ自己扱いとなる。このほか。 コンビニ ATM では、セブン銀行、e ネットと提携しており、セブン銀行、e ネットの ATM を利用する場合、平日日中の出勤手数料は無料である。また、イオン銀行、ゆうちょ銀行とも ATM 相互提携している。なお、ローソン ATM ネットワークスについては、もともと山口銀行が、山口県内のランズ ATM の管理を前提とした。 提携関係であったこともあり、提携業の扱いとなっていない。北九州銀行は、山口銀行の九州内支店の分割により、設立された銀行であるが、地方銀行が支店の一部を分割して設立するのは異例であり、金融庁も、毎日新聞の取材に対して、金融史を、明治時代まで遡って調査したわけではないが、聞いたことがないと述べている。 特に、開業の2011年当時は金融業界は希望、問わず再編、縮小金行の傾向が顕著であり、北九州銀行の開設は一見するとその流れに逆行しているようにも見え、地元地銀幹部からも新規開業に伴う、経費負担から新銀行が掲げる、初年度の字目標に疑問を呈する声もある。これについて、 EMFG の福田光一社長は30年、50年先を見据えた地域に一番近い銀行を作りたかったと北九州市に本店を置くという存在感を狙っていることを語っており、西南学院大学小学部准教授の西田健生も金利面だけでなく融資実行のスピードが上がることも期待できると地域貢献面の優位性を指摘している。 銀行本店がなかった北九州市における地元地銀の設立であり、利用者の間では期待も大きい反面、競合他行との競争や、市内では各区に店舗がないことに対しての利便性の向上を求める声も聞かれる。北九州銀行の設立の動きには、福岡を地場とする地方銀行である、福岡銀行と西日本シティ銀行が敏感に反応している。 福岡銀行は2010年4月1日付で代表取締役副頭取り兼務となる北九州代表のポストを新設するとともに北九州本部担当の執行役員を増員西日本シティ銀行は2010年5月14日付で北九州における営業強化のため北九州地区本部を取締役常務執行役員を長とする北九州総本部に改組するなど 北九州地区での組織強化を図っている。2014年6月18日、北九州市における指定金融機関が、福岡銀行と水穂銀行の2行輪番から2015年度から4年間、4行輪番に移行することが発表され、西日本シティ銀行と共に輪番業の一つに指定された。北九州銀行の指定機関は、 2017年4月1日から2018年3月31日までの予定で2019年度以降については地域貢献の実績等を検証の上再指定が行われる北九州高速鉄道や西鉄バス小倉駅南北自由通路の小倉城口側の階段への広告掲示同駅前の商業施設であるコレットの2階入り口付近への コレットプラス出張所の開設等を、同駅の利用者を対象とした広報活動を展開している。また、平成築法鉄道文字工レトロ観光船の命名権を取得し、2012年シーズンからギラバンツ、北九州のオフィシャルスポンサーを務めるなど、地域内の企業や団体等を支援する活動を積極的に実施している。具体的には、 練習用ユニフォームへの北九州銀行ロゴの掲質や北九州エリアの店舗を中心にしたコカ・コーラウエストのギラバンツ応援自販機の設置、ギラバンツ応援定期預金の販売など、イメージキャラクターには乃木坂46を起用している。漫画家の松本霊児が福岡県出身であることから、開業2ヶ月後の2011年12月1日から、 現在に至るまで松本の代表作である銀河鉄道39をキャッシュカードのデザインとして採用している。窓口で口座を開設する場合も通帳レスでの開設を原則としているが顧客の所有しているスマートフォンが投稿のスマートフォンアプリに対応していないなど特別な事情がある場合に限り紙製の預金通帳を発行できる。この時に通帳も 銀河鉄道39のデザインのものを選択することができる。ありがとうございます。